カナンバー87やってまいりました。ヒストリッククラス、ホンダシビック SD1 のホンダシビック、昭和のシビック、ブリリアントバフリーシング山手シビック、ドライバーは菊池綾太選手、そしてそのドライバーは菊池勤選手です。さあちょっと違うところに向かっていうところがありました。さあここからどうでしょうかね。これ一回間違えてしまうと本当に分かんなくなっちゃうと思うんですよね。85車アルファロメオをやってきました。アルファロメオ 1750GTV、 こちらドライバーは藤田正美選手、そしてコドライバーは佐古義彦選手。熊高原のオープンクラスでは2022年おととしですね、優勝を飾っています。素晴らしい。去年完成したとお聞きしました。でも熟成途中の車です。めちゃくちゃ熟成させてるって感じでしょうね。ね、さあ最後のコーナー、ここからは高速アクセルを踏み込んで、昨年のラリージャパンヒストリックでね、オープンクラス優勝したそんなマシンでもあります。どうぞ皆さん大きな拍手をお送りください。ゾロ目が続きます。続きましては88番です。ヒストリッククラス、スバルラリーモンテカルロヒストリックチャレンジャー、中良二選手、そして四季谷優雅選手です。ご覧ください、このスバル MM1 の車両、 1300cc ですか。はい、1970年生まれのスバルのマシン。そのマシンとドライバーとコドライバーの年の差55歳ということで、ドライバー中さんは77歳、そしてコドライバーの四季谷優雅選手は22歳、親子以上ですね。続きまして、さあ続きましては90番ですね。さあ90番の車両がやってまいりました。さあカーナンバー90番は S8 の車両ということになりますね。こちら昨日のね、ガバゴールの竹島エッセスでもね、力強い走りを見せてくれておりました。さあカーナンバー90番勝田選手がドライバー、そして佐藤直樹選手がコドライバーの車両はご覧の通り S800S8 です。
今スタート。 ACCR ポルシェ911キヨノ。さあまずは左、そして右と抜けまして、一番奥のポールをクリアをしていく。さあそこからこのリアドライブの車両をうまくコントロールをしまして、細かいコーナーを抜けてトラクションをかけていく。そして高速セクション B を流れますけれども、なんとか抑える。そして今フィニッシュライン。他のクラスの車両、現代の車両と比べると観客席の皆さんもあの車かっていうことでね、ちょっとなかなか見つけにくい、そのぐらいの大きさに見えるかもしれませんけれども、さあこのカーナンバー89パプリカ700をドライビングしますのは川崎修司選手、そしてコドライバーは川崎ひとみ選手。昨年の新種のラリーのオープンクラス3では2位に入っているね、そんな2人でありますけれども、ドライバーの川崎修司選手はあと、ちょっとねミスもありましたけど、車の部品集め、そして旧車を見るのが好きということですね。車とドライバーと子ドライバーで200歳を超えていますので、そんな情報もいただいておりますけど、さあ今フィニッシュラインを超えてまいりました。